岩さん、こんにちは。こんにちは。今日はですね、ちょっと僕もまあまあ得意なんですけど得意の中のアプローチをちょっと今日は教えていただきたいんですけど、いいですか？いいですよ。やりましょうか。 ありがとうございます、はいはい。今はどんな状況ですか？まあ、これは、エッジまで10ヤードで、ピンまでが、エッジからピンまでが7ヤード。はい。で、まあ、平らですね、状況は。はい。はい。で、まあ、ちょっと芝が薄い状態ですね。はい。はい。それくらいです。はい、もう僕はちょっと嫌な、あれですね、ロケーションというか、なんか転がした方がいいよね。そうですね。うん、で、まあ、こういう時にでも、あの、使えるアプローチというか、ちょっとやっていきますか。いや、よろしくお願いします。まずは、これ、58。最近変えられたウェッジですか？58で、ちょっと開くんですよ。ちょっと前来て。開いて、開くと、このソールが当たるから、バンスって言うんですけど、当たるから、ちゃっくりしづらいんですよね。だから、ちょっと開きます。で、ボールはまあ、ちょっと右寄りですかね。だいぶ右寄りな。だいぶ右寄り、こっちから見ると。そうですね。で、この開いたまんま、こう。そうすると、だいたい寄る感じかな。あ、取ってない向こう。取ってないです。寄ったところは取らない。寄ったところは取らないですね。次取ってよ。わかりました。同じように行くよ。はい。開いておいて。ちょっとスピンも入るし。そうですね。なんかもう全くあれですね、やっぱターフはなんか取れる感じがそうだねないですね。やっぱり開かないでまっすぐ構えると、どうしてもこうエッジが刺さったりするから、ちょっと開いた方が、あのターフ取れないし、まあ、ちょっとダフらして打つんで、ちょっと 近寄ってください。まあ、ここにボールあるじゃないですか。じゃあこの辺から入れても、滑ってボールってこううまく飛ぶんですよね。ちょっとここから入れて打ちますね。だからボールの真下に入れようとするんじゃなくて、まあちょっとこう手前から入れてもいい状況を作ってあげますよ。ソール開いてここから、そう、もう今なんかボールの15センチぐらい手前、そうですよね、入っても全然こう、まあ、弾かれることもなくこう滑って、ここからなんかその時に、なんかこうやっぱリズムとかそういうやっちゃいけないこととかはあるんですか？なんかこうゆっくり振りすぎないとか早く振りすぎないとか、そういうちょっとこうアドバイスも欲しいんですけど。じゃあ、やっぱりそうするとどっちかというと脇をちょっと軽く締めてあげるんですよ。これ脇が開くと、こうすごいクラブって緩くなるから、どうにでも入っちゃうんですよ。じゃちょっとこう脇締めておいてあげると、クラブの動きが制限されるし、あの軌道が緩やかになるんですよね。じゃちょっとこう脇を締めてアドレスしてあげて、でフォローも脇を締めておく。ずっとこう、あ、じゃあもうずっと脇は締めてる。そう、じゃああんまりハンドファーストになることもないし、まあ、こんなことになることもないから、はい、あの一定のそのクラブと自分の距離が一定になるから、常に一定を保ちながら、まあこの状況ではこういう打ち方しますね、僕はね。なるほど。なんか大丈夫ですかね。いや、もうものすごく勉強になりますね。多分もうできてない人がほとんど近いような感じの、これもう本当にちょっと映像じゃ分かんないと思うんですけど、結構難しいロケーション。その手前からワンクッションとかだと結構打ちやすいかもしれないですけど、まあ、直接スピン入れてとかって難しいよね。は結構難しい状況じゃないですか。でこうなんかちょライが悪かったりしたら、はい、それってやっぱやりづらいから、そうですね、その時はちょっと右足の前に置いて、はい、ちょ転がしていったりします。そうするとあんまり怪我なく、アプローチできるんで。
まあ、一つの参考にね、そうですね、してもらえればいいですね。引き出しの一つとして、ね、まあ、ちょっとまた別のロケーションとかもやりますかね。わかりました、はい、お願いします。はい、じゃあ次行きましょう。はい。